時間がちょっとあって、で結構夜遅くなりそうだから先に配信したいなって思ったんですけど、個室的なものが全部埋まってて、そう今ここみんなで使う共有の場みたいな場所にいるんですけど、こことかはレッスン場には誰もいなくて、そうなのでもし人が来ちゃったらミュートするか、まあ、切っちゃうかもしれないんですけど、そうっていう一旦ここでやってみようっていう感じの配信でございます。レッスン場に行っちゃえばいいのかな。こっちの方がまだ危なくない、ね、こっち誰もいないよね。荷物置いてんねんな。いっか。ちょっと人が来たら配信してますっていう。あっちのドア閉めとこうか。ちょっと待って。ちょいと待ってておくれ。ここだけ閉めちゃえば一旦。オッケー。よし、お待たせいたしました。一旦これで防げそう。あーやばいやばいみたいな。あ、なさそう。よっこら。はい、ということで、すごい眩しいな。見て、あ、こっちの方がいい。はい、ということで、いつもの小部屋は使えないで、もうなんかそう全部埋まってんのよ。女の子の声がするから多分誰かが使ってんやろうけど、そう、とりあえずこれ一旦15分ぐらい配信したら、それでもまだちょっとレッスンまで時間ありそうなんで、レッスンの前に一旦自分で起こしてっていう作業をレッスンまでやりたいと思います。17期の子が配信してたって、あ、やっぱそう、多分ね17期の子っぽいのよね。なんか靴がいっぱい並んでて、あの靴の並べ方をするのは多分17期の子たちだから、そう17期の子たちがいるんだろうなって思ってた。せやんな。そう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 。靴の置き方に特徴あるのって、いやなんかメンバーはね靴箱に入れるんですけど、靴箱じゃなくて靴箱の前に綺麗に揃えてなんか並べてある17期の子たち。そう、そう、レッスン靴持ち帰ってんのかな、分からへんけど、靴箱使っちゃいけないみたいなのあるのかって、いやどうなんだろうね。今大西も思った、もしかしてと思って。なんか17期とかさ研究生ってさ、なんかルールがあるのよね。なんか携帯使っちゃいけないとかさ、わかんないけどなんかあるらしいのよ。ね、ももちゃんはどうだったのって。大西たちは研究生制度がないかったから、そう、もともと AKB48 の
ていうよりかは AKB48 チーム8として加入したので、チーム8はね研究生の時期が一応ないはないんだけど、同じようなルールがあったことはあったって感じかな。そう、それこそ髪型、 AKB の研究生は髪型が固定らしいんだけど、チーム8も髪切っちゃいけないとか、最初はこう急に印象を変えちゃいけないとか、携帯いじっちゃいけないはなかったんけど、あとネイルダメ、髪の毛染めるのダメとか、そういう感じはあったっちゃってんけど、そうね、だから今の研究生よりかは全然、今のっていうか研究生よりかは厳しくはなかったと思うけど、ネイルもダメなのって、ネイルダメだった、うん、そうね、エイトはねわりかしその期間が長かったんですよ。3年過ぎたあたりから良くなったんかな、あんま覚えてないねんけど、うん、そうね、プレゼントもダメ、あ、プレゼントもダメだった、お手紙はいいけどプレゼントもダメっていう感じだったよね。そう、研究生よりかは厳しくはないけど期間は長かったっていう、うん、まあ、人それぞれやと思うけど、研究生から昇格する期間って、まあ、人によりきりやけど、もうちょっと短かったりするもんね。グラミアもダメだった、あって水着ダメだったね、うん、いいと水着ダメだったね、キャミソールとかやったもんね最初、うん、ダメなことは確かに多かったかもね。そうそうそう、いろいろ、確かにいろいろあった。キャミソールはいいんだって。そうなのよ、水着はねダメだったんだけど、キャミソールは大きいみたいなうん感じがあったよね。なんかでも一回雑誌のなんかの時は良かってんな、なんかその辺も曖昧なんですよね。何回か大西も水着あったんですよ、チーム8でやる時が、マガジン系のなんかやつで水着のオフショットみたいな、オフショットとか水着のショットがあったり、あとなんかじゃんけん、握手会でなんかじゃんけんして、なんかくじ引きかなんかして勝ったらなんかグラビアご褒美みたいなのもあって、それを誰かがやってくれて、もしもそれで水着やったりとか。でも確かにこういう水着ではなかったのよ、なんかこういうこういう水着みたいなっていう感じやったから、水着はしてなかったかもね。最近はもう水着しないのって、水着のね需要が多分大西はきっとないんだろうねあ、ひなん、やっほー、今配信してるの？え？ひななが いる。イエーイ！ひななだよー！イエーイ！何してんの？おはよう。おはよう。カラオケしに来た。あ、そうなの？埋まってるやろ？ちょ、埋まってるから。そうやな。
6時から予約してる。あ、あと20分、あと20分暇だね。機械な動き。暇人ね、めっちゃ綺麗ここ。稲奈さんいらっしゃい。なんてね、そうなのよ、なんかめっちゃレッスン場綺麗になってる、素晴らしい、ありがてえ。そう、おにしもこの後レッスンやねんけど、レッスンの前にしとこうかなと思って、うん、ひななも研究生経験してないからなって。そうなん？え、そうだよ。え、研究生の話してる。今研究生の話してるの。そうだよ、うちドラフト1期生だから。もうないのか、そのままチームになった。あ、そっか、そう、研究生厳しいよねっていう話してる。あ、そうだよね。靴箱使ったらあかんの、あれって。一応使っちゃダメなんだ。あ、ダメなんだ。そう、15期の教え。あ、そうなん。そう、なんか自分で持って帰って持ってきてっていうのをしなきゃいけない。やっぱ分かんねんって、持ち帰りや、お持ち帰り。そう、ダメなんだ。でもね、こんだけ空いてんだからいいよねって思っちゃうんだけど ね。そうなのよ、別にいいじゃんだ、もう良くない？もう多分平成の習わしみたいな。そう、今もう令和だよ時代は。全員かかっていいと思うんだよね。そうやんな。ね、でもこれから人増えるから、そんななんか。あ、そっか、18期生も来るもんね。もう1個ぐらい増やせばいいのね、靴箱。狭くない？なんか増やせばいいのに。ちっちゃくない？し、めちゃくちゃ。だって1個のさ、ここでさ、2個使って、うん、そう、そうなの。全然入ると思う。え、劇場のロッカーもさ、今50個ぐらい空いてんのよ。50個？そう、なんか誰か書いてたの、あれ。そう、みんな使ってほしい、普通に。ね、なんかそうよね。今18期のショールーム配信も始まったしね。ね、見た見た見た。あ、見てない見てない。まだまだ始まってないの？もう始まったの？もう始まってるらしいんだけど、ちょっとさ、恥ずかしいじゃん、なんか見に行って来ましたみたいな。確かに。だらだ、先輩です、あなたたちの。嫌じゃん、ちょっと。嫌だね、こんな先輩、ね、こんな先輩は嫌だ、ちょっとよみたいな。確かに恥ずかしい、本名で。ね、確かに。あ、そっか、本名でなっちゃうのか。あれめっちゃ多いでやって。100人ぐらいいる。え、そんな？え、じゃない、なガチ。めっちゃルームあったよ。確かにめっちゃあった。うん。あ、ひなな推しの子たくさんいたよやって。マジで？めっちゃいいよ。え、嘘。え？やば。ひなな推し。ひななの時代が来た。やったね。素晴らしい。ひなな推し頑張れ。ももか推しもいいんじゃない？いっぱい。どうなんやろう。ももかに憧れてみたいな。一人ファンの子がさ、うん、2時まで受かったって言っててんけどさ、在住でそうって言ってて。めっちゃ今がチャンスじゃん。え、でもショールームはもうやんないって決めたらしいの。すごい意思の固い子。そう、寂しい。そう、でもね、いいよね、受かってほしい ね、みんな。みんな頑張ってるね、100人。ショールーム大変だもんね。え、うん、やったことない人からしてだいぶ大変なことあると思うから。そうやんな、偉いよ、やれて。激戦区、うん、めっちゃやば、大変そう。え、年齢ってさ、ちなみに何歳から OK なの？ 11？ 私が最年少で12と11かなって入ったから11とかじゃない。小 6？ 小6、小6から多分20までじゃん。なるほどね、うん、あ、12からやってね。え、12か。いいわけ、広い。小6の子いるんじゃないって。ねえ、大変だよ。あ、ショールーム108人。え、ちょちょ、100、え、何、308人。300？ え、嘘、本当に言ってる。やばすぎ。え、300人ぐらいルームあるやで。え、ガチ。え、やばくない？やば、300もあんの？見切れないって。えぐ。それみんな見るんでしょ。ほんまやな。すごいね、300もいるわけ。今そんなにいるんだ、 AKB に入りたいと思ってくれてる子たちが。ありがたい、嬉しい。308人、そんなにいるんだね。素晴らしい、いっぱい。
いっぱい、あ、15分経ったわ。ああ15分、うん、よし。じゃあ私はこの後のレッスンの振り起こしをしていきたいと思います。やばい、頑張る。ひななもカラオケ、あと15分後あと15分待機で楽しんでってください。では私ちょっとこの辺で終わらせていただきたいと思います。みんなバイバイ、ひななちゃん、ひななちゃん帰ったよ、バイバイ。帰ってったバイバイって言ってるバイバイやって、バイバイ。はい、ということで私めもね、そろそろ振り起こしの時間に入りたいと思いますので、でもガチですごいね、308人、そこなんやけど、もしもちょっとちらほら見ようかな。小西ね、本名でやってないからね、バレないんだ、見に行っても。そう、ちょっと空いてる時間あったら見に行こうかしらな。よし、じゃあそろそろランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。すごいね、あでバレるよって、あでバレちゃう、あでバレちゃう、あ、なんか枠出ちゃうのかな、もしかしてパソコンとかで見てたら。でも分かんないよね、他のルームの人。ね、 PC で見ると公式はバレるよって、せやんな。あ、でもバレちゃうか、偽名で見てんのねって。そう、嫌なのよね、名前バレるの。ログアウトしてみたらって、確かにありかもね。でもせっかくならね、お星様とかちょっと投げたいよね急に投げたがってる。よし、まあじゃあちょっとね、いろいろまた見てみたいと思います。では、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、チンアットマークアメリカの大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がおまめさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がつばささん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がもゆアットマーク2023年も大西沼さん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が、ファニーさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がアルさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます、ありがとう。ということでですね、本日はこの辺で、この辺で終わりにしたいと思います。この後振り起こしたレッスン頑張っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、じゃあね、皆さんも引き続き残り半4分の1日ですか知らんけど、ありが、頑張ってくださいありがとうございます、バイバイ、またね、バイバイ。